帰国したの田口を待っていたのはインパール作戦の責任を問う世間からの厳しい声であった。自宅には戦死者の遺族が押しかけてくることもあり、ヌタグチは土下座で謝罪をしたという。ヌタグチはインパール作戦の責任を感じつつも、作戦が成功すると信じた自分の判断が間違っていたのかどうか確認するまで死ぬわけにはいかなかった。戦後しばらくしてイギリスからインパール作戦に関する本が出版された。その本に日本軍の作戦構想を褒めている部分があった。戦後長らく誰からも耳を傾けられなかったヌタグチは、予想もしなかったかつての敵からの高評価によって今までの鬱憤を晴らすかのように、なぜ俺がこんなに悪者にされなくてはならんのか、君たちは分かってない、塗装の部分をコピーして晩年までずっと持ち歩いていたという。ヌタグチが最後にかけたのは、自分は絶対に間違ったことはしていないという強気なプライドであった。ヌタグチが息を引き取ったのは1966年、享年77であった。